本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 やっちゃ OK、 よスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。こちらオープン、こちらでございます。使い方ガイド保証書、 USB 3.0、 コードは長め、コードの種類こういうタイプのコード、そしてこちらが本体です。見ていきましょう。裏はしっかりと滑り止めがびっちりついております。はいはいはい、最大伸ばすとこれくらいの長さでございます。でこちらが手元のボタン、こちらがカメラ。通常はこういった形で使うことが多いかと思います。まずこちらどういった場面に使えるのかと言いますと、リモートワーク、テレワーク、電話会議、オンライン個別指導、動画配信、生放送など、こういったお仕事やオンライン事業をはじめ、気軽に友人や視聴者に超簡単に見せることができるカメラです。本体はコンパクト設計、一番小さくしますとこちらが最小サイズです。 600g です。折りたたむことで手のひらサイズで持ち運びも楽々。こちら、すっきりさデザインで、デスクスペースの場所をあまり取らず、自在な、1、2、3、4、5。最大の特徴は、デスクの上、手元の映像を鮮明に捉えることができます。こちら、操作は超簡単。処理やアートワークなど、細部までクリアに映し出され、見やすさは抜群。プレゼンテーションやオンラインレッスンなどにも最適です。多機能、嬉しい高画質。こちら、多機能ボタンを組み合わせることで、ズームイン、ズームアウト、固定フォーカス、オートフォーカス、細部まで正確に映し出すことができます。こちら、ここに LED ライトがついていますので、暗い環境でも使うことができます。これら、回転可能なカメラによって、最適な角度から、画像や動画を映し出すことができます。露出を減らす、明るい環境では露出を下げることによって鮮明に映ります。像像映像が逆になっていましたら、ボタン一つで切り替えることができます。画面は上下左右から4つのミラーリングモードから調整することができます。便利なオプション。接続端子は USB Type-C と USB 2.0 が2つ付いております。こちらでテレビやモニターに直接出力が可能、こういった様々な環境で使いやすさを発揮してくれます。あと本体なんですけども、こちら今コンセントがついているので、ここら辺ですね、光っております。でこれを外すと、はい、消えます。でこれつけると光ります。暗いところでも見やすく、はい、光っております。はい、こちらは監督のデスクです。こちらはですね、今回の USB カメラなんですけども、付属のですね、この USB の接続ケーブルをここをまあこういって、はい、こちらここに差し込んでおります。たったこれだけで、今こちら OBS というですねソフトウェアを出しておりますが、そうしますと、はい、こちら画質めちゃ良くないか、ちょっと想像以上にいいね。はい、どうでしょうか。いや、かなり高画質じゃないか。来年の手帳ですね、はい、出します。こんな感じで、はい、ではですね、早速こちらのボタンですね、順番に見ていきたいなと思います。でですよ、こう映してんですけども、これ逆だなーと、これ反対向いてるなーと思った時に、反対にするボタンがこれです。はい、こちらは向きですね、4段階切り替えることができます。このマークを押すことによって、今これ反対なんですけども、押すことで、あ、4パターンね。はい、でこう向き違う、向き逆やんと思ったら、ここね、ここを押すことで、はい、おー、ほら、ナビ映ってるぞ、ナビ映ってるぞ。おお、見てこれ、画質めっちゃ良くない？はい、おお、近い近い、鼻汁つく鼻汁つく鼻汁つく。続いてこちら、ライトをつけるかつけないかです。押しますね、つけました、消しました。で続きまして、こちら F ボタンを押すことによってピントが合います。押します、はい、でこう上げますと、はい、ピントがずれているのが分かります。おー、ピント合ったね。この状態でこれをガーッと下げますと、もう完全にボケておりますね。でこれを押すと、はい、おー、フォーカスがこれずれてるんですけども、これを合わせることで、シュピン、おー、めっちゃ綺麗。お、え、超綺麗だねこれ。 4K やべえな、 4K。 続きまして、こちらがオートフォーカスですね。はい、おー、あがあがあが、すごい、めっちゃ綺麗。はい、おお、はい、こちらが、露出を上げる、露出を下げるというですね、すごい飛んでるんですけども、これちょっと押してみましょう。
はい、長押ししてます。はい、最高に暗くしました。はい、露出を下げます。投げ押し。はい、露出ね、ここを上げることでこうね、ふわっと、あ、回想シーンだった、回想シーンで暗くするとこういう感じ。はい、続きましてプラスマイナス、はい、ズーム、ズームアウトでございます。ズームアウト、おー、ズームイン、さらにズームインできる。で、ピントを合わせる。おお、すげえ、めちゃ綺麗じゃないこれ。そしてズームアウトもできちゃう。まあ、喋った時差はちょっとあるかなと思うんですけども、全然ね、これはめちゃくちゃいいですよ。いかがだったでしょうか。手元で映したいものを鮮明に記録、角度、ピントも自由自在、コンパクトで持ち運びも簡単なこちらのカメラ、様々な場所で活躍すること間違いなし。このチャンネルでは監督がこれはすげえ、これは共有していきたいというものですね、中心に動画を出しております。短い動画でできるだけコンパクトにテンポがよく分かりやすさをモットーとして動画を作っておりますので、まだチャンネル登録をしない方は今この機会にポチッと押していただければお役立ち情報をお届けできますので、よろしくお願いいたします。監督ラボの監督でした。ではまた次の動画で会いましょう。さまざまなパスでさ、よいしょ。わあ、いいよ。